はようございます。ただいまロシアのニジニノウゴロドに来ております。モスクワからだいたい東に400キロから450キロぐらいのところにある町ですね。規模としてはロシア第5の都市で工業の町みたいですね。ソ連時代にはまあその秘密にするために地図に書かれていなかったみたいな町ですので、情報が全然ないんですよね。ってことでこの情報が全然ない町を観光していきたいと思います。今日はモスクワから夜行列車でニジニノウゴロドまでやってきて、朝5時半ぐらいに着いたんですけど、外がね10度ぐらいしかなくてめちゃくちゃ寒くて、そこにあるバーガーキングとか地下鉄が走ってるんで、その地下鉄とかで暖を取って9時まで待ってましたね。9時になった今は気温が15度ぐらいなんで、まあ、少し活動しやすいです。まあ、しょうがないですけども、モスクワ見た後だとだいぶ田舎に思えちゃいますね。第5の都市ってなったらもうこんなレベルなのかと、まあ、そういう感想です。まあ、日本の第5の都市はおそらく福岡、札幌、仙台あたりなのかな、そこら辺になると思うんですけども、まあ、東京に比べたらねもちろん小さいけど、ここまでなんか歴然たる差はないので、本当にいかにモスクワがロシアの中じゃバグってる都市かようわかるわ。でも、まあ、綺麗で落ち着いてるところですね。でも自動車の数が尋常じゃなく多い気がするな、人に対して。マクドナルドが撤退した後のパクリ店がある。まずはニジニノウゴロドの観光名所の一つであるチカロフ階段に行こうと思います。まあ、いまいちチカロフ階段が何なのかよく分かってないんですけど、 Google の評価だと 4.7 とかね、めちゃくちゃ高いんで、まあ、いいとこなんでしょう。バスの乗り方もわからないんですけども、まあ、バスが一番使いやすかったんでバスで来ましたね。バスはどうやら現金だと35ルーブル、多分カードみたいな交通系カードとかクレジットカードだとおそらく30ルーブル、そんなことが書いてありました。バスの車内にいたお姉さんが教えてくれましたね。35ルーブルだよって言って30ルーブルしか渡さなかったんだけど、そのお姉さんが5ルーブル代わりに払ってくれて、その時はもう やばいって、ちょっと5ルーブル渡したんだけど、いいよいいよそれぐらいみたいな感じで優しく教えてくれましたね。運転手のおっさんもねこわもてでなんか不愛想だったんだけども、まあバスとか停留所に近づいたら教えてくれましたし、なんやかんや優しいですね。いい景色が見えてきたな。あれは誰なんだろう、書いてあるな名前が。それよりあそこに行けばいい景色が見えそうだ。いやすげえ。いや階段っていうよりチカロフ展望台とかにした方がいいんじゃないかなこれ。目の前に見えるでっかい川がウォルガ川で、ちょっとこっちの左の方に切れてる部分が丘川っていうところみたい。その2つが合流するのがニジニノウゴロド。
いやー、いいですね、地下ロフ階段。無料で入れますし、何よりこうやってね、座ってのんびり眺めることができる。気温15度ぐらいに爽やかな風が吹いて、ちょっとあったかい太陽の日差しが降り注ぐ、まあ、こういうのが一番ゆっくりできていいんですよね。セルビアのベオグラードにあった、なんだっけな、これカレメグダン公園のところとちょっと似てるんですけど、あっちよりもね、のんびりしてて、こっちのチカロフ階段の上の方が俺は好きですね。この左側にはキリジノウゴルドの工業の街が見えるけど、本当に川を挟むともうクマがたくさんいそうな森の中になってて、これ地図に書かれなかったらね、まあ見つからないような場所ですよね。これ本当に川一つ挟むと向こうまで永遠と森が続いてるもんな。そう、ロシアの広大さを少し感じることができる。さっきまでいたのはチカロフ記念碑のところで、まあ、これがチカロフ階段ですね。まあ、もちろんチカロフ階段が景色いいとかしたんですけども、まあ、階段は階段ですので、これっちの方がチカロフ階段の本体ですね。で、上の方のチカロフの記念碑から降りまして、こっちがチカロフ階段ですね。おしゃれな階段だ。ここら辺はもともとウォルガ斜面って呼ばれていたみたいで、戦時中ですね、1943年から49年あたりにかけてこの階段を作ったみたいです。本当に横が広くて、横30人とか20人ぐらい肩組んで一斉に降りれるんじゃないかな、そんぐらい広さがある。すごい迫力だな。本当にロシアはね、何もかもがスケールがでかいな。社会主義の影響なのか、でもロシア人の体格がでかいから、なんか全部でかく作ってるのかわかんないですけど、モスクワの街もね、一個一個の建物がバカでかいし、こっちも階段もでかいしね、まあ、なんか威厳を見せるっていうのかな、社会主義のその権力を見せるっていうのかな、そういう意味合いもあると思うけど、まあ、それゆえね、全部スケールがでかくて気持ちいいな、なんか。いやー、こっから見ると凄さが伝わるし、ちょうど真ん中の上にチカロフの像が来るように設計されてますね。チカロフがこの川を見下ろすみたいな感じなのかな。いや、チカロフ階段はね、すごくいい場所ですね。虹にノウゴロド駅からアクセスもいいですし、無料で入れますし、まあ、何よりね、誰でも楽しめるっていうのかな、分かりやすい絶景とかすごい建築とかね、誰でも分かりやすくて気持ちいい場所ですので、ここはさすがに来るべきですね。100点満点中、まあ、100点上げてもいい場所です。ここは虹のゴールド来るなら外せないでしょう。チカロフ階段の下にあるのがこのゲイエル・オイボートっていう船ですね。どうやらこの船は第二次世界大戦の、あのナチスドイツとの戦いとかソ連の内戦とかに使われたみたいで、そんなね、すごい戦いの中をこんな小さな船が生き残ったってことでここに展示されてるみたいです。確かにね、ウォルゴグラードだったかな、そこでの、まあ、今でいうウォルゴグラード、まあ、旧レニングラードのナチスドイツの戦いにもぶち込まれたみたいで、まあ、そういうね、壮絶な戦いでもこういう小さい船が生き残ったっていうのは確かに奇妙なものがあります。だからいまいちちょっと凄さがわからないですね。ロシア人ならなんかうわーとかね、なんかそうなるかもしれないですけど、ちょっと日本人からだとちょっと馴染みが薄いもんですので、よくわかんないですね。まあ、ただ来るロシア人がほとんどここで写真撮ってるので、まあロシアの中では有名な船なんでしょうかね。それよりなんか犬があっち行ったけど、じゃあこのゲイエル・オイボートとウォルガ川を見ながらビールとサラミでも食いますか。本当は昨日のね、寝台列車で飲んで
まあ、飲んだら眠くなるからすぐ寝れるかなと思ったんだけど、寝台列車がそういう雰囲気じゃないっていうか、今まで乗った寝台列車よりもぎゅうぎゅう詰めでね、こういう匂いのあるものとかお酒とか飲むような感じなかったので、ここまで持ってきちゃいましたけど、まあ結果としていいでしょう。まあさすがに早く飲まないとね、冷めちゃうし、冷めちゃうというか温まっちゃうし、美味しくなくなっちゃうんで、あ、もうお腹減ってないけど、ここで川見ながらゆっくりしましょう。いや、このサラミ美味しいですね。サラミはね、単体で食べることなんてほとんどないんだけど、まあピザで乗ってるサラミ食うぐらいか。だから日本のサラミよりも味が結構薄めっていうのかな。日本のサラミはすごい塩辛いイメージがあるけど、こっちは割とマイルドですね。これはなんかブランドはよくわからないけど、フェイマスロシアンビールって書いてあったんですって。ああ、なんかすごい、すごい独特な味がするな。なんかそういう言葉で表すのが難しい独特な味がする。うん。正直あんま得意じゃないかもしれん、これ。まあ、けどサラミと一緒に食うか。そしたらちょうど美味しくなるかも。船が傾いたまま動かなくなってるけど、人乗ってんのかな、あれ。あ、乗ってそうだな。本当に最近目が悪くなったからよくわかんないんだよな。うわ、やばい、眠くなってきた。この後はあれですね、クレムリン行こうと思います。多分 あれかな、クレムリンはあれですね、あの城壁のところ。まあ、クレムリンっていうと日本人だとモスクワのプーチンのいるところだと思うんですけども、クレムリンっていうのはもともとは古代の城塞、まあ、日本でいうと、まあ、城とか城壁とかそれにあたる言葉だと思います。まあ、名古屋城とか姫路城とかいろいろあるじゃないですか、日本各地に城が。それと同じようにクレムリンっていうのもロシア各地に存在するわけですね。で、今回行くのはニジニノウゴルドのクレムリンっていうわけでございます。まあ、この後はそうですね、クレムリンで、その後はポポトク動物園っていうのがすごい人気らしいんで、そこにも行って、まあ、地元のローカル食堂で一つずつ食べて帰ろうかなと思います。まだ帰りのチケットとか何も取ってないし、この後モスクワ帰るかボルゴグラードに行くかとか全然決めてないんですけども、まあ、今日の予定はこの後はそんなもんですね。ニジニノウゴロドにもモスクワと同じくこんな感じの電動キックボードがたくさん整備されてるんですよね。本当はね、使いたいんですけども、ロシアのキャッシュカードがないと使えなさそうなので、今回は諦めましょう。割と日本以外の国ではこれは一般的に見ますよね。日本も最近法整備をしているかどうかとか言ってるんですけども、でもなんか外国だとね、こういうなんだろう、滑りやすい環境なんですけど、日本だとね段差が多かったりするんでちょっと難しいんじゃないかなとも思うんですけど、どうなんでしょうか。ああいうガキンチョがね、アイスばっか食べてて羨ましかったんで、おじさんも買っちゃいました。これで一つ150ルーブルですね。だいたい220円ぐらい。まあちょっと高めですかね。相変わらず積極はクソほど不愛想だけど、まあしょうがない。それがロシアって国です。大事なのは味だから。なんか、びっくりするぐらい人工甘味料の味がする。なんだろう、すごいアメリカの甘いお菓子みたいな味がするな。美味しくないな、これ。ここがニジニノウゴルドクレムリンですね。クレムリンっていうから中にでっかい建物が1つ2つ3つ4つとかあるのかと思ったら、まあ、確かにそんな感じだけども、なんかイメージと違って公園みたいな感じですね。中もなんか赤い建物があるかと思ったら教会みたいな白い建物だったり、ちょっとイメージと違うな。とりあえず探索してみよう。どう、まず猫がいるな。
ここには実際に戦争で使われていた戦車とかの兵器が並べてあって、すごいのはその上に乗ったり写真撮ったり今好き放題できることですね。あの戦闘機も実際に使われたやつなんだろうな。70年後とかにはもう子供が乗ったりするおもちゃになってる。実際にこういうところなんてそうそう触れるもんじゃないし、こうなってるんだ。あ、なんか戦車とかには全然詳しくないけど、確かにこれでぶつかってったら相当強い破壊力を持つだろうな。意外とこういうとこ薄いんだな。もうちょっと分厚いかと思ったら意外とペラペラっすね。普通にみんな登ろうとするね。まあ、いいんだけど。すごいな。まだ高校生だったらな、ああやって子供たちと一緒に戦車とか戦闘機に乗ったけど、さすがに大学生がああいうのに乗ってね、キャッキャッキャッしてたら周りの空たちからヤバいやつだと思われるんで、ここはちょっと遠慮しておこう。いや、めちゃくちゃ乗りてえ、あの上に。ノウゴロドのクレムリン見てきました。まあ、人生で初めてクレムリン見たんで、あ、中はこんな感じなんだという感じですね。まあ、想像とは違ったんですけども、まあ、実際に使われた戦車とか戦闘機とかそういうものを直に触れることができるっていう意味では結構貴重な場所だと思います。まあ、ニジニノウゴロドは正直他にあんまり見どころがないというのかな、まあ、駅の近くに見えるところはないので、ここは寄ってるべき場所だと思います。よし、じゃあ次は3番バスでリンポポ動物園行きたいと思います。なんかめちゃくちゃ口コミが良くて、いろんな動物がのびのび放し飼いされていて、たくさん触れ合えるとか書かれてましたね。バスが全然来ないんで行き先変更してここに来ましたね。アレクサンドロフネフスキー大聖堂、確かブルガリアにあったのと同じ名前の大聖堂ですけど、多分あるあるの名前なんですよ。山田太郎とか佐藤花子みたいなもんか。こっちがちょっと黄色に濃い紺色したプリンみたいな感じしてます。左側には SK オリンピアなんとかかんとかっていう、ここら辺を本拠地にしてるサッカーチームのスタジアムですね。改修工事中なのかな。いや、近くで見るとなんか無駄のないシンプルな教会って感じですね。こうブロックの一つ一つの積み方が目立つというか、ゲームとかにできそうなブロックの感じだな。こうマリオのレンガとかそういう感じの見た目してますね。シンプルな史実合憲って感じの教会だ。すごい黒ずみ汚れとか一つもない綺麗な教会だわ。中見てきました。いや、すごかったね。今まで見た教会とはちょっと違う感じで、まず入って正面いきなりブワーって一面にイコンが置かれていまして、本当に壁一面にいろんな何十何百のイコンが飾られてて、すごい圧だったね。で、
柱の下の方にもイコンが飾られていて、その一つ一つ、まあ、よく見たんだけども、なんか目がね、うつろでちょっと不気味で、抱えてる赤ちゃんも全然可愛くなくて、こう顔のパーツが全部下に集まってて、おでこがすごい広くてちょっとハゲてるみたいな、ちょっと不気味な赤ちゃんでしたね。絵はね不気味なんだけど、その構図っていうのかな、そういう空気感っていうのかな、そういうのがすごい神聖な感じが伝わってきて、親信仰心芽生えるなっていう感じでした。中ではキャンドルが焚かれていて、まあ信徒の人たちがお祈り捧げていたりしていましたね。まあ日本では絶対見られないようなすごい場所でしたね。まあ、イコンが置いていないスペースはもう一面絵が描かれていまして、まあ、天使とか、まあ、キリスト教的な絵ですね。それが青とか赤とか割とシンプルな色で描かれていましたので、なんだろうな、幼稚園の壁紙とかにありそうな感じでした。ちょっと、まあ、言い方は悪く聞こえるかもしれないけど、なんか幼稚な絵というか幼稚な色使いで神聖なものが描かれているっていう、ちょっとアンバランス的な感じでしたけども、それがまた良かったですね。いやー、いろんなタイプの教会があるんですね。これはおそらくロシア正教とかそっちに分類される方なんでしょうけど、まあこう、まあ虹のノウゴールドに来たならここは来た方がいいですね。中がね撮影できないのが本当に悔やまれます。この歴史博物館の前ではいつもは定期位置があるみたいなんですけども、まあ、今日はお休みみたいで、子供たちが変で遊んだり、あっちはなんか斧投げたり物騒なことしてますけど、まあみんな楽しそうに活動してますね。キャベツは1つ66円ぐらい、巨大なケチャップは300円、すごいお肉がこうやっていろいろ売られてて、一つだいたい259だから380とか400円しないぐらいかな。水は1リットルで70円ぐらいかな、日本よりは少し安い。パンは一つ60円ちょっとですね。列車が出るまであと30分ちょいあるんで、今のうちに昼ご飯食べておきます。じゃあまずこれから、なんだこれ、おい超美味しくないカレーチャーハンみたいな。お米もなんかパラパラというよりボロボロって感じで、なんか不思議な味だな、不思議な味だ。こっちはなんかささみに独特な香草を突っ込んで焼いたみたいな味ですね。あんまり得意じゃないかな、これ。で、こっ
チは無難に美味しいラズベリークレープでした。まあ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 、別に美味しさ求めて食べてるわけじゃないからいいけど、なんとも微妙な3種類になったな。このまずさが際立つな。なんか失敗した自炊みたいな味がするな。肉がとにもかくにもパサパサだから水分持ってかれるし、味も全然なんだパッとしないし、すごい微妙な料理だこれ。駅の方まで戻ってまいりました。いかがだったでしょうか、ニジニノウゴロド編。もう最後の方はね、スマホのバッテリーが全然なくてまともに撮れなかったんですけども、まあ観光名所を2つ3つは映ってたからまあよしとしよう。ニジニノウゴロドの印象としては、まあ朝方までちょっと治安が悪いなとかちょっと怖いなと思ったんですけど、まあ、昼になってくるとみんないろいろ出てきて、まあ安全な街に生まれ変わりますね。確かにモスクワのホステルで会った人も、まあ、夜は危険だから一人で歩かない方がいいとか言ってましたね。まあ、朝もまあそうでしょう。まあ、工業の街って聞いてたんですけども、まあ観光客とかね、普通の人が行かないような場所に工業のなんか製鉄所とかそういうのが集まってるんでしょう。あんまりね、工業の街って感じはまあ受けなかったかな。まあ、ただね、車がめちゃくちゃ多いので、まあ確かにそういう意味では工業とかそっち系が盛んなのかなと読み取れるかな。あの至る所でね、道路工事をしていて、地下鉄の延伸とかも計画してるみたいです。まあ、あんまりニジニノウゴロドね来る人いないと思うけども、まあ来たらね、チカロフの、階段とかいいところもありますので、ぜひ来てくださいということで、動画は以上です。まあ、今日はこの後はモスクワまで帰ろうかと思います。ウォルゴグラードまで夜行列車が明日は出てるんだけど、いや明後日出てるんだけど、明日の、ね、夜は出てないからな。ちょっとね、一泊するのはいいやって感じです。もう今日モスクワ帰ってモスクワのホステルで寝ます。おやすみなさい。あっちこっちに列車が止まってるけど、一体モスクワ行きはどこにいるのか、それとももう一体どこにモスクワ行きがあるんだろうか、もしくはまだ来ていないのかな。20分前とかならね、全然来てもいいと思うんだけど、全然わからんな。多分一番こっち側のホームが長距離列車の発着だと思うんだけどな。いやー、危ねえ。あれかな、あ、違う、あれは客車がないや。日本だとこんな低い場所から電車見ないから、圧っていうか破壊力がすごいわ。多分あれかな、多分今回乗る列車は寝台車がついてない普通の特急列車みたいなやつだから、あれっぽいな。でもどうやって行くんだろう、あれまで。タバコのポイ捨てがすごいな。もうロシア人タバコ吸いまくるから、みんなここにポイポイ捨ててるんだろうな。結局一度駅を出て左側の建物に入って、さらに地下に潜ってやっとこっちのプラットフォーム着きました。お姉さんもやっててね、一緒に来ましたね。これがモスクワ行きみたいです。多分合ってる。あとバッテリーが 4% しかないから相当やばいな。Слышишь? А?
テレフォン、ウィキルシーから。テレフォン、テレフォン。よしよし、あら。Alo. Telefon, bekliyoruz telefonu.